熊本八千代座へ行ってまいります。市川海老蔵特別公園です。これから羽田の空港へ向かうところでございます。運転はママちゃんです。じゃん。おはようございます。です。いやどうした、大丈夫ですか。気持ちいいですね、熊本。最高ですね。見つかりました。え？いや今日ね、あの空港で会った時に財布落としたっていう話でもうめっちゃ焦ってたんですよ。カード止めたりね。パニックでしたね。パニックで飛行機乗る前。それが今、はい、新宿駅に落ちてたのを見つかりました。すごい、よかった、おめでとう。家族が受け取ってくれました。ちなみに所持金はいくらだった、頼ったの。いやもうパニックだったんですよ。もう戻ってこなかった。熊本だし、お金持ってきたでしょ。そう、ちゃんと元の通り1000円入ってました。1000円かい。新城兄貴です。熊本着きました。これが野球のバスで向かいます。よろしくお願いします。東京でね、髪切ろうと思ったんですよ。だけどね、今日時間があるの分かってたんで、ちょっと山鹿で、ちょっとこう、山鹿にあるとこ行ってきたいなと思って。タマさんも行かれましたね。タマさんも行かれましたね。2回くらい参加したんですよ。あら、そうですか。どうぞ、すみません。私は後ろ向きですか。いえ、もうあのこの別のところからお客さんに来てもらう予定してね。うん、それはいいね。でも座って、こうして座って現れるとか、こうして出たけん、作ってよかったというのはこれですね。どうやらシャルも進めて、はい、はい、いかがですか。行ってきました。さっぱりした、さっぱりしました。これでバッチリです。いやー、でも素敵なご夫婦でした。とてもね、御年80歳ということでね。いやー、すごいな。肥後もっこす、意味を聞きました。失礼します。なんか嬉しいな、ね、また一つ出会いができました。必ず行こう。またね。ではでは。